おはようございます。日本ショートスリーパー育成協会代表理事堀大輔と私下野さくらでお送りいたします。メールマガジン読者限定質疑応答コーナーです。今回もメールマガジン読者様からいただいたご質問に代表理事堀が本音でお答えいたしますので、ぜひ楽しんでご覧ください。堀さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日の質問です。リクさんからのご質問です。はい、はい、まだ短眠の生活に移行し始めたばかりのためか、本眠時に予定より寝すぎてしまうことがあります。そういった日でも予定通りパワーナップを取った方がいいのでしょうか、それとも取らない、回数を減らすなどの調整をした方がいいのでしょうか、教えていただきたいです。予定通り取った方がいいです。はい、回数は予定通り取った方がいいです。別に回数も含めて予定通り、今まで通りっていう感じ。今まで通りかどうかはその予定にもよるんじゃない、リクさんの予定によるんじゃない。はいはい、結局睡眠の手綱を自分で持つのが重要っていうお話を僕はいつもしてるつもりなんですけど、だからショートでもロングでもどっちでもいいんですけど、個人的には悩まなかったら、はい、で自分自身で睡眠をコントロールするっていう状態であれば、別にどっちかっていうのは別に人によって違っていいと思うんですよ。だから別に僕は30分睡眠っていうのがね、結構広がっちゃってるというかね、うちの広告担当もそれをインパクトとして使っちゃってるのがあるので、ショートスリープっていうのを斡旋しているというか、日本ショートスリーパー育成協会っていう名前が ねあれなんですけど、はい、はい、分かりやすい表現って重要じゃないですか。まあ、だからそういう名前つけてるというか、うさんくさい名前つけてるんですけど、まあいいでしょ別に、僕は信用してくれとは一言も言ってないから。だからコントロールするっていうのが重要ですよと。だから何にフォーカス合わせるべきかっていうと、寝すぎてしまうことがありますをスルーしてるのがめちゃくちゃやばくないですかっていう。パワーナップのなんか回数とか、パワーナップは予定通りの方がいいでしょうかじゃなくて、寝すぎてしまうことがありますは相当やばいわけですよ。うんうん、そこが予定通りじゃないから、そこが予定通りじゃないから、パワーナップをどうした方がいいですかって。いや、パワーナップは別に今どっちでもよくて、予定より本眠時に寝すぎてしまうことがやばいっていうことなんで、それをどうにかした方がよくないですか。そうですね。っていうか、うん、回数減らすっておかしいでしょっていう発想として、だって寝過ごしてるんですよ。寝過ごしてるということは起きるのうまくないじゃないですか。うん、パワーナップ減らしたら1日1回とか、結局本番で失敗したギターソロっていうのが、うわー失敗した、翌日も練習せずにギターソロ失敗したって、いや俺ギター向いてないわって、おかしいでしょ。基礎練習しましょうよね、起きてる間にねっていう感じ。パワーナップで起きる練習した方が良くないですかっていう感じですかね。起床の練習としてパワーナップをどちらかというとしっかり取った方がいい、ね、そうですね。まあ、眠気対策とかっていうよりもそういう感じかな。だから寝すぎてしまうのをなんとかするっていう発想のもと、使えるものを使っていったらいいんじゃないですかね。はい、何せ問題は予定より寝すぎてしまうことなんですよ。はい、はい、この1点なんですよ。うん、で要素はいっぱいあるから、短眠の生活に移行し始めたばかりのためかどうかは分かんない、この状況じゃ。まあ、あんまりその短眠の生活に移行し始めたばかりのせいとかにはしない方がいいとは思いますけどね。だから結局そのせいにしてるから、パワーナップとかっていうののせいじゃないかとか、その方法論とか、まあ、この方は方法論言ってるわけじゃないですけども、なんかこれが悪いんじゃないですか、あれが悪いんじゃないですかっていう風になっていく人という表現はちょっと感じ悪いかもしれないですけども、そういう方々って自分は悪くない、方法が悪いなんか思考として生きやすい気がするんですよ。結局そのご自身のできてないところっていうのは、布団が悪いからだとか、睡眠の質が悪いからだとか、上司が悪いからだとか、いやこんな情報言ってる堀さんが悪いからだとかっていう転換をしていく。まあそれはね、精神衛生上は自由かもしれないけど、建設的じゃない、解決するかどうかっていうとあんま解決しない。ぜひとも解決する方向に舵切りをする。でどういう舵切りかっていうと、自分がどこがうまくないのか、どこで失敗してるのか冷静に見ていただいて、それ以外のところに振らない方がいいんじゃないかなと思います。寝すぎてしまうっていうのを防ぐためのアドバイスとか何かありますか。まあ、この人がどういうふうに起きてるのかの情報がないから、あかといって送ってこられてもっていうのもあるけどまあとりあえずアナログの目覚まし時計を買って、寝ている空間から遠いところに置いたりするのがいいんじゃないですか。近所迷惑になるとことか、 あんまりこう言っちゃうとちょっと感じ悪いかもしれないですけど、それこそね、人に迷惑かけたくないというレバレッジが働いて、まあ起きるっていう現象ができるでしょうと。例えば、例題ね、はい、一つ。でも結局それをかけないと起きれないっていうのもまずいんだけどね。うん、
まあ、ただあの寝過ごしてしまうっていう経験値積むよりかは起きれるっていう、どんなシチュエーションでも起きれるシチュエーションを作った方がいいとは思います。寝過ぎちゃうのを繰り返すより、強制力かけてでも自分自身が思う睡眠のリズムであったりとか時間とかっていうのは守った方が、手綱が自分にあるでしょ、その方が。森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のメルマガジン質疑応答コーナーは以上となります。睡眠に関するご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。